カサハに祭礼の剣と鉄砲の差しどっちがいいと思いますか。どっちがいいと思いますか。祭礼派と鉄砲が派がいるんだよな。カズハ賞味どっちでもいいと思う。どっちがいいんだ。祭礼の剣はスキルが2連発できて4回拡散反応が起こせるし、爆発の回転がめちゃくちゃ良くなります。祭礼カズハはでも熟知が上がらない。鉄砲の差しは熟知がちゃんと上がって、その代わり効果が腐ってる。どっちもどっちだと思うけどな。カズハをカズハらしく使うんだったら熟知上げる鉄砲の方がいい気もするけど、どうなんだろうな。いや、めっちゃ悩む。正直、なんか星4の片手剣どっちも微妙だから、どっちも微妙っていうか、まあ星4でもめっちゃ強いんだけど、それで悩むんだったら倉庫引けばいいじゃないかって思っちゃうんだけど、どっちがいい。祭礼の方が楽しいはある。問題は祭礼の方が楽しいとは思う。祭礼カズハ十分強かったからね。祭礼カズハで配信してたけど、問題は祭礼の剣行く秋とか奈々ちゃんにも持たせたくて取り合うんだよな。